今日は他会場の結果にもよりますが、今からおよそ2時間後にはこのポカリスエットスタジアムで四国初の J2 チャンピオンが誕生する可能性がある、まさに大一番を迎えています。そしてこの鳴門の地に初めて J2 優勝杯シャーレが用意されました。その輝きで今日の一戦を見守ります。岸本のクロス、柿田を狙った。さあこぼれた、西矢、わずかに左。引き込んでからしっかりと固めて奪ってから鋭いカウンター。そうですね、まあ、最終ライン中盤の間こういうボールですね。縦に入った。さあ西矢倒れない、シュート。クレーベ、増島、そして鳥海が並んでいますが、グッと曲げて中央、増島、これは枠の上。今度は中央で合わせてきました増島。いいボールでしたね。非常にこうボールの軌道もいいですし、中央3人、入ってますから、その軌道に、うまく千葉の方が、ね、人数を集めてましたからね。今度は左に開いていた西矢、クロスがシンプルに来た佐藤。その前にこれ最後ラストマッチは鳥海でしょうか。よく触りましたね。ギリギリのボールだったと思うんですけどね。いいクロスが1本入りました。一度下げて小西、岩尾、右サイドに展開、岸本、激しくいくアランピニエロ、クロス上がった、逆サイド佐藤を狙う、西矢のシュート。枠を捉えましたがよく手が伸びました。新井翔太のセーブです。ナイスキーパーですね。非常にバウンドも難しかったと思うんですけどね、よくキャッチしましたね。はい、左なら小西、右なら岩尾、川田。さあ緊張の一瞬、岩尾が来た。グッと伸びたボールは枠の外。細かくつなぐ、下平からクレベを狙ってきた。クレベ落とす、シュート。最後船山のシュートでした。クレベが下げる、田口から左へ。さあ2対1で行きましたよ。タメラから裏を抜けていく下平、クロスが来た、クレベの上を越えて山下。180センチ台の選手が3人飛び込んできました。いいですね、まあ、少しクロスの質というところでは上から叩いていこうというところで力はなかった部分はありますけどね、はい、エリアの中でうまく合わせましたね。時計の針は目安の4分に迫っていく。中村慎が今時計に目をやりました。ああ、そして試合終了の笛が吹かれました。徳島またしても昇格ならず、お預けとなりました。昇格、そして J2 の優勝は次節以降に持ち越しとなっています。